ではお天気をお伝えします。都内今夜は荒れるところが多そうですね。はい、降るのが雨になりそうなんです。12月に入ったんですが降るのは雨、ちょっと季節外れなんですよね。気温変化見ていただきますと午後6時の気温が 6.2 度、今夜にかけて気温が上がっていきそうなんです。そして明日は夜中が一番気温が高くて朝は5度、お昼は4度、夜は0度となりそうで、明日は朝が一番暖かくて午後から急速に下がって寒くなるという、ね、気温変化になりそうなんですね。はい、朝は割と暖かくても防寒しっかりして出かけた方がいいですね。はいはい、風が冷たいですのでマフラーとか、ね、手袋とかも必要だと思います。そして札幌、雨の降る時間帯がありますが全道で雨雲見ていきたいと思うんですが、今夜午後9時活発な雨雲がスタンバイしています。明日の朝にかけて動きを見ていきますと日本海側から崩れが大きくなっていきます。雷を伴ったり氷が降ったり竜巻など激しい突風の恐れもあります。明日の朝、西から天気は急速に回復しまして朝は釧路地方で雨が残りますが日中は回復して晴れそうです。そして注意が必要なのが雷を伴うということなんですね。発雷確率ピンク色の道南は 30% から 50%、 オレンジ色が 20% から 30%、 黄色い地域札幌でも 10% から 20%、 今夜雷を伴って落雷による停電の恐れもありますので気をつけてお過ごしください。はい、ちょうどこうお休みの時間帯ですよね。はい、そうなんです。お休みの時間帯の秋の嵐となりそうなんです。はい、では明日の回復する時間も合わせましてピンポイント予報を見ていきます。札幌、この時間はまだ雨は降っていませんが今夜遅くなりますと雨となりそうです。明日の10区の予報です。今夜からの雨、明日の早朝には止んで日中は回復して晴れそうです。最高気温一見4度とか5度とか暖かそうに見えるんですが明け方に出まして日中は急降下、夕方以降は0度未満となりますので路面が濡れていると凍ります。明日の夜足元ご注意ください。今の帯広の様子です。帯広は雪は降っていないんですが今夜から明日の朝雨ではなくて帯広は湿り雪となりそうです。明日の全道の予報です。傘マーク雪マークがありますが降るのは朝、日中は回復して風は強まりそう、夜は急に寒くなっていきそうです。明日の気温です。繰り返しになりますが最高気温明日の朝に観測されます。日中は低下しますので朝よりも昼、昼よりも夕方以降の方が寒くなりそうです。今夜の雨で雪も一旦溶けるところが多くなりそうなんですね。ただ水曜日以降札幌雪マークがたくさん並んでしまっているんですが、ずっと雪マークですね。そうなんです。ただ水木金は西風なので札幌は降りにくいです。にわか雪程度で済みそうです。晴れ間も出ます。ただ土日風向きが変わりますので土曜日積もった雪がそのまま寝雪へとなっていきそうです。はい、寒さも厳しくなっていきますね。はい、特に土曜日真冬日となりそうです。全道の週間予報も見ていきます。全道的にも次の寒気今週末土曜日曜やってきます。土曜日は全道的にも真冬並みの寒さ、水道管の凍結とかそろそろ心配になってきます。車もエンジンがかかりにくくなりそうです。太平洋側と道東を見ていきますと道南でもにわか雪繰り返しそうです。極端に積もることはないんですが湿り雪が朝晩凍りますので今週も路面状況気をつけてください。以上天気をお伝えしました。